はいどうも、妖怪ウチプニプニ今回もやっていきます。今回ねラストチャンス回そうかなと思います。一応このイベントかなりスルーをしているんですけど、次のイベントおはじきですかね。はい、なんか16日間しんどかったっすね。行きましょう。まあただここでね1体ゲットしても多分ねもう間に合わないと思うんだよな。まあ一応週末キャンペーンがあるんでギリ間に合うかな。一応ね参加使った無課金攻略も今回はギブアップ気味、ギブアップ気味じゃないな、ギブアップ中ですね。23個だな。23個、まあでも50個はドロップしたかな、最終日になればね。はい、じゃあとりあえず10連だけやりましょう。ちょっとね10連すらスルーしようか迷ったんですけど、なんかあれだね、コインの位置変わったか。あ、闇鏡ダメだな。ちょっと運を落としたいので、まあ我流おまじないですけど、これもいっぺんに回せればいいのにな。なんかやだな、 E ランクとか出てほしいけどもういいや。はい、行きましょう。スタンプ最近あれだよね、倍もらえる、ほんとくれないよな。さあ SS 確定ですね。あー残念。さあ SS じゃどうしようもないね。タマモチャンス、トリプルタマモチャンス、ダメだった。お、久々の秘伝書ステンド G、 これが SS 枠か。ラスト SS トリプルでした。はい、まあ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 いいんじゃないですかね。じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントなんですけど、ちょっとね動画が撮れなくて、というところでした。一応ね虹カプさんは出てくれて、一応ね10連やったんですけど、そうフブヌダルク持ってたんでね、知らなかったよ、知らなかったって何言ってんのって感じだけど、そう台風の目でしたね残念ながら。まあただギア妖怪ね一応初ゲットということで、うん、まあ通常周回がねいけるかな、うん、という感じで。まあちょっとブリーさんの方のね特攻はゲットなんですけど、ちょっとね闇丸の方の特攻はゲットできないんでっていう感じかな。ウブヌダルク持ってたんだね、気づいてなかったな。桜カップの方はねラスト2日で充実してきました。ちょっともったいないけどレベル上げすっか。はい、じゃあ3番目いきましょう。一応さっきも言ったけど動画は撮れてなくて、ただね漢方元気ドリンクじゃなくて燃料単価ね27個結構ありますね。一応今全体97,342って書いてあるんですけど、一応この台風の目とフブヌダルク使えば、まあフブヌダルクはもう書けないかポイントだから、台風の目がいれば一応ギア妖怪なんで、はい、少しはね順位上げられるのかなと思いますかね。はい、残念。それでは3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで50、そう6、7までやれんのかな、どうなんだろうな、特攻なしで。で27、23、27、25だから何個、50、3赤で75個持ってますね。最後落ちなかったけど、まあ最後最終日かなり落ちるんで、まあ50個ドロップぐらいなのかな。
さあラスト行きましょう。このアカウントも不分になるか思ってるけど、一応今回のね特攻ゼロということで、なんか変わったよねコインの場所。あ、Eランクいいね。さあ行きましょう。さっきは台風の目だったけど、 ZZ ぐらい1体欲しいな。ダメかまあ今回ねガジャほとんどスルーしたからあれなんだけど、あ、アマテラスさん、あ、これが確定枠かな。 ZZ が初めてガシャで来なかったイベントかな。さあ金ポン、おいいね、結構 SS のいいやつが2体うりゃという感じでございました。まあ SS が3体 SSS が2体っていうね、いいんだか悪いんだかよく分かんないようなガシャでした。はい、じゃあというわけで今回ね特攻ゼロだったんで、まあなんかね別に新しい難しいイベントじゃなくてもどっちにしろクリアはできないようなそんぐらいのなんかあれでしたね。この中で駒次郎、ナンダ竜王、エンラエンラ、ゼロ博士、4体かすりもしないでこのイベント終わりそうですね。なるほどね、なんかすがすがしいというか、はい、そうか台風の目が確率アップか。なるほどね、はい、まあちょっと次のイベントね、コラボなんで、まあ、今回みたいなね、ダメージ固定、種族制限、あとなんだろう、ダメージ固定、種族制限、あとギアだ、こういうなんかトリプルトリックというかトリプルトラップというかトリプルブロックというかね、はい、まあちょっとその辺が次のねイベントコラボだからクリアしやすいと思うし、おはじきだったらね元気ドリンク落ちやすくなってると思うので、今までのね傾向だとね、はい、なんでどうしようかな。このアカウントは7いけたら行きたいなという感じだよね。うん、7、7いけんのかな特攻なしで、はい、ちょっと頑張るっていうか、それより普通に Y ポイント稼いだ方がいいのかな。10ずつ刻んでね、はい、ちょっとめんどくさいけどね100回ぐらいやんなきゃいけないけどね、はい、ちょっと考えたいと思います。はい、じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。今回のイベントは完敗でしたね、大惨敗でした。まあしょうがない、いいね、どうせならもう超完敗だね。